ップが上がってきました。お疲れ様です。さあ今日のテーマは100切りということなので、皆さんのこの18番でのスコアを確認したいと思います。はいはい、杉山美穂さん5オーバー、はてなさい6オーバー6オーバー20以上で20ぐらい。100切りは厳しい。厳しいです。厳しい今まで1回もない。じゃあせめてここをいいスコアで当たりましょう。はい、はいはい、今14オーバーかな。おってことはいけますね。だったら100切り、うん、あ違う、10は全然だ。全然です全然だ全然です。足し算間違えましたではじゃあここを、はい、ティーショット撮影していきたいと思います。はい、はい、お願いします。します。美穂はバーディーだったので、うん、美穂から行きます。バーディーだったの？バーディーですね。さっきナイスバーディーじゃん。おー完璧やん。ナイスショー。誰もが打ちたいドローボール。こんなはずじゃないです。いやもう本当にココちゃん来てからずっと緊張してます。じゃあ頑張って最後できます。はい、お疲れ様でした。最初ホールになります。お疲れ様でした。スコアを今おいくつでしょうか。今97です。今97、はい、ってことはバー、うん、イーグルですね。イーグル、イーグルだったらありえる。はい、はい、113です。113ってことは、うん、パーで頑張って上がりましょう。はい、はい、自分が今91です。おじゃあ8打で上がれば平気。はい、私は94。おいい戦いですね。うん、微妙だね。ボギーだったらセーフ、ダブだったらアウト。じゃあ頑張っていきましょう。頑張ります、はい、ティーショットお願いします。はい、お願いします。左浅いです。はい、じゃあ右目です。はい、おー大勝。これ100切りいけましたよ。ナイス。うわすごい、ギリギリ狙っていきましたね。じゃあ頑張っていいスコアで上がってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。109です。109です。はい、はい、99です。99。お今では100切ってる。ホールインワンです。はい、121です。あいいですね。じゃあ最後いいスコアで上がりましょう。はい、アイアンでいっちゃいます。おーナイス。身長、高身長から繰り出される。でもそんなに飛んでない。おーでもあのね、転がらなければ大丈夫。よかったです、よかったです。おーいいじゃないですか。ナイスショー。バッチリ。バッチリだけなんですよ。マスクで顔を隠しています。バッチリです。じゃあ頑張ってください。さあ皆さん現時点のスコアはおいくつでしょう。80。おーすごい。88。93。はい、94です。はい、本日のテーマは100切りですので、男性の2人ここはパーまたはボギーかぐらいでは上がって頑張ってください。はい、うわーちょっと OB かなこれは。最後のフィナーレ。フィナーレがドンマイを飾りました。フィナーレを飾りましたね。見事な。わーこれもちょっと仲良しなんですよ。仲良しですね。仲良しですね。おーナイスショー。
まいですね。うまいんです。80、そこもパーを取ったら84、バーディーだったら83。おー、テープ。あ、でも止まるかも。入っちゃうか。うまいです。お疲れ様です。三枝心です。18番で皆さんの100切りを見届けています。まあ結構ね、18番でカメラでプレッシャーもありますが、たくさんの方に100切りしてもらえたらと思って応援してますので、プレッシャーを与えず応援に徹したいと思います。あ、まあ与えてるかな。でもね、皆さん楽しそうで本当に今日も良かったです。ここは最終ホールになります。はい、現時点の皆さんのスコアを聞いております。100です。おっ、てことはここがホールインワンでも101。はい、96です。おー、あ、可能性はなくもない。ゼロではない。バーディーで。3バーディーで、はい、104です。おっ、これはもうオーバーしてるんでパーで上がれることを祈ってます。はい、はい、同じく96です。おっ、これもバーディーで3。可能性ありますね。ではこの目の前のティーグラウンドの景色をご覧になってですね、気持ちよくティーショットを振っていただければと思います。はい、ではお願いします。はい、おー、攻めました。攻めすぎた。ドンマイです。これは止まってくれれば転がるな。厳しいかもしれないです。おお、これでも待ってください、タイム、タイム、ちょっとやばい、池までやばい、ダイレクト、ダイレクト、あ、あ、やばい、おお、すごい、ナイスです。ああ、これまた左に行っちゃいました。いきます。はい、頑張りましょう。皆さん、今日はあと100切りがテーマということで、現時点でのスコアを確認しております。はい、はい、105です。105です、はい、110です。はい、120ぐらいです。120ぐらいで、今17オーバー。全然ですね、いけますね。最終ホール頑張って、いいスコアで上がりましょう。はい、はい、おお、ドンマイです、ドンマイです、ドンマイです。でもね、OP とかじゃないんで大丈夫です。ありがとうございます。順調にボギー行きましょう。はい、おお、力強い、ナイスショット。めっちゃ飛びますね。すごいですね。ナイスショットです。すごい、ヘッドスピードがある。ちょっと左だけ、でも止まる。うん、ナイスです。おー、でもちょっと噛んだけど、はい、ナイスです。スリオン目指しましょう、そこからね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は100切り選手権ということで18番ホール現時点で皆さんのスコアを聞いております。110回で回れればいいかな。110回ぐらい、うん、はい、どうでしょう。110切ります。110切ります。はい、120切ります。おー、いいですね。で、琴江さん、純ロペのウェアを一緒にやっていただいた琴江さんです。90打たない、ここパーかバーディーで。お、パーかバーディーで90打たない。打たない。おー、じゃあ頑張って行きましょう。はい、よいしょー、カメラ必要。ありがとうございます。よいしょー、うまー。なんで110なんですか。ダメなんですよ。危ない。マジで。うまい。おお、いいですよ、これも。でも右は広いんで大丈夫です。うまー、琴江さん。めちゃ飛ぶし。この多分シャフトがいい。ナイス。いやいや、もう打ち方かっこいい。ゆこちゃんとゆこちゃんにも言われました、力強い。おお、いってらっしゃい。18番までのスコアを。あ、俺もうダメじゃん。プラス25とか。
プラス25。おお。お、いけるじゃないですか。どうですか。85。お、全然いけるじゃないですか。余裕ですね。はい。102です。102。無理です。じゃあ頑張って。ホールインワンでも103。頑張っていきましょう。あー、来たほら。うまいです。あれあれ、ボールあるから大丈夫です。ボールあるんで、全然まだパーいけます。おー、ワンタッチからのまっすぐ。いいですね。逆に良かったですね。良かった。ナイスショットでーす。今どれぐらいでしょう。今どれぐらいだろう。102で。私が140とかも叩いてぐらいですかね、はい、じゃあ頑張ってね。いいスコアで最後上がりましょう。100ギリいけそうですかね。どうでしょう。ちょっとギリ足んないかもしれないですけど、ちょっと頑張ります。頑張ります、はい。わー、うまー。ナイスショー。すごいすごい。おー、内緒です。何番アイアンで打ったんですか。4番のアイアンに打ってみて、ユーティリティアイアン。うわー、ダメかな。ダメかな。こうかな。こうかな。おー、いいじゃないですか。内緒。ちょっと右だけど、いいとこです。ちょっと前から行きましょう、はい。スコア今現時点でおいくつでしょうか。ボギーペース。ボギーペース。はい。ってことは100ギリは大丈夫そうですかね。大丈夫そうですね。ボギープラスアルファペースです。ボギープラスアルファペースってことはまあ100は切れてます。100は切れてます。すでに96ぐらいですかね。お、でもまだ可能性はありますね。うん。バーディーだったらまああるかなという。かもしれない。どうですか。ペナルティをバシバシ出してしまってるんでダメです。じゃあ最後はいいティーショットを打って終わりましょう。いいプッシュですけど、これはでも大丈夫だと思う。早く落ちろ。うん、大丈夫です。左はちった。うん、でもいいですよ。あそこね、吸い込まれやすいんです。お疲れさんでーす。皆さん現時点スコアおいくつでしょうか。私が今どこ81。おお、ナイスプレーですね。ナイスプレーです。99です。じゃあここホールインワンでも100です。はい、私はジャスト100です。お、じゃあいいスコアで最後上がりましょう。頑張ります。はい、私112です。お、じゃあ最後いいスコアでナイスショットで明日につながるティーショットをしていきましょう、はいはい。おー、攻めた。右に飛べ、右にキック。あお気に入りで毎回着てます。ありがとうございます。白と黒のローテーションで。ありがとうございます。もうそんな冬も行けますよ。本当ですか。なんか下に着れば行けるかな。ちゃんと来年はもうちょっとあったかいの出せるように頑張りますんで。大丈夫。フェアウェイ。緊張しちゃいました。緊張しますよね。すいません。おー、軽くていいですね。リーダー。あ、でもなんとか。ナイスです。フェアウェイまで戻りました。お、これもフェアウェイまで来ますよ。大丈夫です。頑張ります。頑張りましょう。いってらっしゃい。また表彰式で。はい、お疲れ様でした。今日の動画撮影は以上になります。結構ね、朝ね、いろんな方にね、ベストスコア聞いたんですが、皆さんたくさん叩いていました。やっぱ市原はね、難しいんでしょうね、はい。ゴルフをやっててよかったなって思ったことってどんなの見えるか。普段こう出会えない
出会えたりとか、いろんなこうつながりができるっていうことかなと思います。こうやって心から純ちゃんに会えたのもゴルフやってきたと思うし、なんかいろんなこう枝ができるコースだったのかなと思います。自分が何でもいいから小さいことができたみたいな楽しさがゴルフのすごいあるなと思っていて、一斉に考えるいいスポーツだなと。そうですね、私の場合ゴルフはいろんな形で今まで変わってきたなと思ってまして、最初趣味もただ楽しい、あの投げれたらええみたいなゴルフが、こちらの競技を目指そうというゴルフに変わり、さらに今もうメディアを通じて皆さんと会えるこのゴルフというのに変わってきて、本当に自分の中でゴルフという位置がすごく変わってきたなとこの11年で感じています。本当にあの今日も皆さんご視聴いただきありがとうございます。質問は何だったんですかね。あのドラゴンの大会に出たいんですけれども、どうやったら取りますか、どうやったら優勝できますか。どちらの方ですか。この方です。あ、お、茨城の。茨城。茨城。茨城。ドラゴン自体は誰でも参加できます。エントリーをすれば。飛距離はちょっとスイングを見てないので何とも言えないんですけど、とにかく重いものと軽いものを交互にする。が一番ヘッドスピードが上がると思います。おめでとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます。どうぞ。では、